はい、ひとつきまさ清水です。本日はですね文春法炸裂ともう一つはですね NHK の内閣支持率がですね発足以来最低というふうになっていてでまああの小泉陣通力に頼ってもですねなかなかうまくいかんのかなという状況の中で出てきた文春法がですね「滝川クリステルの聖域新ファーストレディは最高チームか」の中にですねなんか滝川クリステルさんがええー 僕は彼女のことを愛しているあらゆる援助をしているんだというシンガポール国籍実業家 K 氏からですねなんか8億円お金を借りているとほうとあ、まあまあ、正確には8億2500万円をですねなんかお金借りてるというニュースがこう飛び込んでまいりまして<う>いや,ーい,やーいいな俺もなんか。 僕君のことを愛してるんだよって言って80億ぐらい貸してくれるシンガポール在住の方いらっしゃいませんかねもう全体振りで OK でございます私は。と、はい、<laughs> いう感じなんですけど、えー、なんかいやこれは不倫なの何なの、えー、どういうことっていうところも含めてですね、えー、まああとはその自民党総裁選の内閣ね、えー、支持率以外に総裁選人気ナンバーワンはなんと小泉進次郎ではなくって石破茂さんが今のところあのリードしている状況でございます。えー まあ最終決戦は一馬茂爾 V.S. 小泉進次郎という形になるんでしょうけど、えこれについてですね今日も見ていきたいなというふうに思っています。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。8億円ですって奥さん、すごいですわねって感じですよ。いやなんかあの1万円だって大変だろう気にさ。8億円っていやこれな何にが根拠になっているのかっていうとなんかあの。 自宅の登記簿不動産の登記簿とかあのそういうのを調べたらしいんですよねでそしたらその登記簿にこうやって載ってたと、うん、まあこれ誰でも載ってるんですけどねこうやって、えー、定当権が設定されていてで、えー、担保として8億2500万円利息1.2%というふうに書いてあるんですよ、まあ でございますのでこれはなかななかか面白くってで、えー、なんかねあのこれが文春によるとこれが聖域らしいんですよね。うん、新次郎との交際再会とか交際と並行し親密な関係を築いていたのがこのシンガポール人の実技を軽視でこの人が結構やり手の人で,でこの慶視が、うん、あのかえー、すごくですねとにかく滝川クリステルにぞっこんでお金を貸してると。うん で滝川クリステルさんはなんかあの、えー、動物の保護とか愛護団体とかやってるんですけどうん、うん、それの滝川クリステルさんの気を引くためになんかその NPO 滝川クリステルさんの NPO 法人とかからちゃんと犬を引き取ったりなんかそういうことをしているという、うん、何でなんかあのでなんかこのこう、えー、担保の資料は何かっていうと、えー、まず自宅の高級マンションがあって。 で同じ部屋をこの滝川クリスタルさんのやってる動物愛護の団体の事務所に登記してたんですよ。うん、でただそもそもこのマンション自体がそのシンガポール人の実業家 K さんが買ったマンションなんだって、ね、この超高級東京都港区の。でこれがもうオークションらしいと。でこれを。 あーのー担保にしてクリステルさんの財団に貸したりとかなんかしてるのかなとで実際クリステルさんの財団にも理事として就任していてで周囲文春によると周囲に「僕が所有している港区の物件を彼女に使わせてあげているんだよそこで財団の会議をやってたりするんだよハッハハハハっていう風にでクリステルさんもあの彼氏,彼,、まあ、彼,氏彼の行為を知った上で利用しているんだと。 家賃相場は3四4 0万円ですが、えー、10万円以下で借りていたとおおおお素敵です、ね、それ過去形なのいや今もだからあのー、今も結局、えー、じゃあ過去形なんだったらねえーうん、警視に愛してる発言や滝川の支援などについて事実確認を求めたが回答なしうんなんで否定は特にされていないと。 いや、ここでのそうあおシンガポールの小僧なんて知らねえよなんて。小僧って56歳ですよ。あ、そっか。<laughs> <laughs> シンガポールの親父なんて知らねえよってクリステルが言ったらさ、うん、8億返してって、さっき確認したのは、<も>ケイ氏について確認したらしいんですよ。ケイ氏は、うん、シンガポールの人はノーコメント。 うん、ういう感じで<あ>クリステルさんに関しても特になんかこのまあ当たり障りのないなんかまだもやっとした疑惑っていう感じですけどまあ、ただ向こうも結婚してるらしいですよケイさんもシンガポールの方もなんか気なな、ね、ほどシンガポール人なら一夫多妻とかでさあ<の>明るい北朝鮮と言われている北シンガポールでそんなことやったら大変なことになると思いますよ リック・アンユーが建国した明るい北朝鮮シンガポールでございますから、ね、大変だよねあ<の>自ら命を絶つことも禁止されているっていう確かだからもう結構なんかいろいろあの明るいあのマーライオンドバーのイメージあるけど意外と怖い法律いっぱいあるからねシンガポールねそこ大変みたいだよね、うん、だけど街の中綺麗でっていう、うん、話、ね、明るい北朝鮮シンガポールでございますまあなんかあのそういうういのがこう 男女関係ほにゃほにゃしてるんじゃないのっていうそういうところこうまた,また文春があの適当なものを追い込んできた,たまあ事実こ,こういうのは事実なんだけども新次郎人気でかいからねあのなんかなんかないのかと思って文春も探しているとそうだろうねうん,うんそれはそうだよやっぱり何かいろいろぶつけたいうん やっぱりね林さんといえばやっぱりマッサージだからマッサージまた行ってねえかとかまあそうそうそうそんな今たばこめ最中だよねもうあの一生懸命玉探してる最中ですよ <laughs> まあでも今のところこのなんかまだもやっとしたもやっとしたいわゆるえー、疑惑の段階ではあるみたいですね <laughs> さすがにね いやこれで実は「新次郎と裏で」と「裏」でなんか「新次郎」とは別に「裏」で「ああ」みたいなことにはさすがに難しいと思うよね,ねないとは思うんだけども、まあ、ただ、えー、っとこの滝川クリステルさんが今回のね、えー、この「文春」から一応最後にコメントをしてるんですよ。 でこのクリステルさん、なんというふうに言っているかについては、このまずですね、8億円の住宅ローンについては、借り入れは不動産投資用ローンであり、経史は、弊財団への資金提供や寄付は全くしておりませんと、一応否定はされております。で、この計算からの行為やえとかに関しては、回答しなかった。うんだからちょっと不思議ですよね。の 8億円っていうのは、えー、滝川クリステルさん宛てのを助けるためのローンではなくって K さんがそれを担保にして、まあ、ローンを組んでいて別の不動産に、えー、ローンを組んでるだけだとこう言ってるんですけどそこをちゃんと言えるんだったら「うん、でもさ K さんってさクリステルさんのこと好きなんでしょふふ「<laughs> 週刊物資」です <laughs> みたいな質問に関しても「何言ってんの気持ち悪い!」って。寄付も何もも何しててららってないんだから 資金提供も何もないんだからただのビジネスパートナーって言えばいいのにだからそこは否定しなかったんだね。うん。なんでなんだう。ちょっとなんか不自然。まあだからやっぱり一応おつき合いはあるんじゃないちゃんと。でも資金援助や寄付はしていないっていうふうに言うんだったら K さんからの行為まイしに「K さん好き竹川さんのこと好きですよね」に関しても「いやいやそれはそれは」って否定すりゃいいのに。 うん、なんでなんでなんやろうんうんまあ一言で否定はできないぐらい一応何かの恩は受けてるんじゃないうん、うん、まあ、ちなみに進次郎さんが、えー、し小泉進次郎にも文章は聞いていてもうやだよね普通に考えて。 ま,まずはもう,こう総理候補とかになったらこんなくだらないことまで質問されるっていうのがあのお前んとこの奥さんさこの K ってシンガポールのやつと仲いいって言ってお前知ってたどうなんっていうふうにどうも「週刊文春」ですみたいなふうにこう聞かれるけど、えー、新次郎は何て言ってるかっていうとプライバシーに関することがベースとなっておりまで、えー、回答は控えさせていただきますとうん、うん、で,、えー、でそれで滝川クリステルさんは 寄付とかか資金援助ははそののシンガポールの人からはないだけど好きかどうかに関してはえっ、ー、とコメント特にしてない感じでで財団のスポンサーでもないとで、えー、旦那の小泉もあの理事として理解していて家族ぐるみの付き合いがあるんだというような話をしててそこまで言うんだったら好意はないって言いいいのになんかここだけ答えないのかちょっといまいち。 わからんペンゲロもね私たちは最大のチームだって言えばよかったんねうん素晴らしいチームを組んでいますそうん、まああのご自宅時も見逃せない素素晴らしいチームやけどな <laughs> うんそ<う> <laughs> まあなんか<も>そういうのがなんかもやもやとあってやだまあまあなんかこうこういうのを根、ね、掘り葉掘り探られつつも総理総裁ってなりたい権力の座なんだ、ねうん なりたいんだろうねやっぱりさほんとその通りでさまあ別に日本に限った夫じゃない全世界でねみんなそうだけどやっぱりこの首相とかさ大統領とかになるとさ、うん、もう根掘り葉掘りもう何でもほじくり返して出てくるっていうさ、うん、あるけれどそれでも最高権力者になりたい。 うん、っていう、やっぱりまあ、そっちの方が勝つんだよね、やっぱり。うん、中にはさ、なんかほら、えー、あれ、どこだったっけ、スウェーデンだったか、ノルウェーの首相で、女性だったけど、うん、なんかもう疲れちゃったっつって辞めちゃった人とかあ<ー>い,いましたね。あまりにも誹謗中傷が多すぎるので辞めますってうう言った人いましたね。 まあ、あっちの方の国の首相とかに、なんかすごい、そんなに、なんかさ、あのー、権力が集中してるっていうふうにも見えないけど、うんうん、でも、それでもやっぱり言われるわけで、うん、それでもなんか任期1回やったらもういいよあっつって辞めちゃった人がいるぐらい。うんうん、そうね,ねでも、やっぱり、まあ日本の場合、最高権力者。 どうしてもなりたいんだねっていうのはやっぱか。うん、だって、どうしてもなりたいから今回、さ、自民党の総裁選にこんだけうぞうむぞうが出てきてるわけじゃないよ。うんうん、みんななりたいんだねっていう。うんうん、あのー、俺も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 、まあ、でもなかあ。田中真希子曰くみんなクズばかりって。あちなみにあの野田聖子断念しました。なるね。そうだね。 新次郎の応援に回りますっっっててえ、うん、ってて言えだいぶ違うこと言うてたような気がするけどっていうのはちょっと不思議ではで、ね、ありましたがじゃあちょっと総裁選の話の前にです、ね、この岸田内閣の支持率、えー、こちらがですね、まあ、普通 JNN の調査 TBS 系列ではポイント上がってたんですけど上がってたよね、あのー、残念ながら NHK の方では上がらず、うん、なぜか、えー、下がっていると。 いう状況です、うん、JNN の,あの方、えー、これ TBS の方ではこれ8 8 8 9月の8日に出ているんですけども内閣支持率はですね 3. 3ポイント上がっておりました、うん、上がっていたからあやっぱり総裁選祭りでこうやってあーのー上がるのかなと思いきやなぜか NHK で見たら、うん、過去最低更新と。 ね、ここちょっとなんかあの不思議な動きですけどなんか前も TBS だけ上がったんですよね確かにんあそんなことあっ,た、ね、あった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  3K すら下がってんのに TBS だけ上がったっていう時があってまあほ微妙なね質問の違いでこういうの変わるもんですから、まあ、今のところ岸田内閣には結局厳しい目線がこう向けられているとで<ー>皆さん自民党総裁選にどれぐらい関心があるんですかに関してはですね大いにある24%ある程度ある46%と。 こういういい状況になっていておそらくうちのチャンネルを見てるような人たちはこの大いにあ24の中に入ってるんでしょうねで、えー、自民党総裁選で議論してほしいことについての、えー、トップ3を言うと年金など社会保障制度、えー、経済財政政策、えー、政治とカネの問題、まあ、のこれ小泉進次郎はですね、えーまあ、100歳まで。 一生懸命働けというで、確か年金の受給をね80歳からでもいいんじゃないかみたいなことも過去言ってたんでだからそういういのも結構あります。<laughs> 80歳までお前生きなかったらやり損かよって,言われてで経済財政政策これに関してはですね、解雇がどんどんできるように規制緩和した上で消費税は、えー、おそらく増税する方向で考えているんでしょうね で政治と金の問題については、えー、政策活動費を廃止すると。だけどパーティーに関してはやります。なのでなんかだいぶそれでなんで人気があるのかちょっといまいちわからないんですけどね。で,、えー、でそんなわけで、えー、自民党総裁選一番人気は石破茂さん NHK では石破茂さんで小泉進次郎が23%と。 うん、いうふうになって次が高市さんね河野太郎という順番になっているんですけどまあ青山重春さんよりも低いのが、えー、林芳正茂木利光野田聖子加藤勝信斎藤健に至ってはゼロという状況でございますのでまあちょっとさすがに。 さすがにね、うん、まあこれ自民党員の結果ではないけれども、うん、でも自民党員の結果もうこれと似たような問題ですね,大体,ねまあ大体1位が石破さんか小泉さんは間違いないですね間違いないねだからこれ難しいですよねあのどっちを顔にした方が選挙に勝てるのかこれがあのもう多分あの石破茂の中身とか小泉進次郎の中身とかも どうでもいいんですようも,うもうとにかくどっち出したら選挙勝てるんだ岸田じゃダメだーっていう,うそこしか興味ないから、うん、だからまあそこで悩んでるんだろうなまあそうだよねまあ石破さんの方が裏金議員とかに対しての態度は厳しいただ防衛問題に関しては結構強硬な意見ですよねね昔から高派ではうん、うんうん つ作りたいのかなっていうふうに思ってますけど私はまあなんで結局小泉 vs 石るにななんだろうなでそしてあの<ー>い,いいことに、ね、あのの石破さんの方にはスキャンダルがない、うん、小泉はあの今日取り上げたように「時ギクリステルがシンガポールの実業家の K からあちょっ借りてるかもよ」っていうそういう見出しを書いておきながら実際はどうもないっぽいっていうですねなんかひどいなって まあ、こんなんでねまあ、こんなんではまだビクトもしないんだよでも k さんシンガポールのやっぱなんで好意を否定しなかったんだろうな寄付も寄付も資金提供もされていませんは <laughs>、まあ、言っといて男性から好意ありますよねに関しては無いとちょっと不思議な感じはまあいいや石破さんにはそういうのないじゃないですか 実は石破茂さんを応援しているシンガポール人の、えー、実業家の女性がいてでうんたらかんたらとかってもうなんか出てこないよねうーんまあ想像もしにくいしね,、うん、ね石破さんスキャンどうという話は聞かないねうん聞かないでしょなんかほら例えば麻生なんか やっぱ愛人結構いるんじゃないか。あの赤坂のバーね。うんね、赤坂とか。税抜で行ってる。六本木とかね。うん、結構もう金ジゃんじゃん使いまくって飲み歩いてて。うん。まあだから女も結構いるんじゃないかって言われてはいたが、の、うん、石川さんはそういう噂ってのは全然聞こえてこないよね。あるのか。プラ夜はプラモデル作ってるから飲み行かねえんだ。いやー。 飲むでしょう <laughs> でもほらこの人の弱点は、うん、仲間づくりが下手だっていう風にずっと言われてきたじゃんそうねだってむっさっ苦しいさ男の世界でさのあの飲みに行かずにでしかもその女遊びもしなかったら仲間ができないもん。できないよねあのいや。それいいことですよ、えー、だってさ博報堂とか電通でねあ風俗もいかん。 俺は酒も飲まんっていうえっ、ー、と男性がいたら車内でどういう風に見られますかホンさんあ俺俺俺そうだった <laughs> 嘘でしょ嘘でしょ <laughs> 何を言ってるんですか私嘘を言うノンフィクションサッカー信用しませんよ<笑><笑>あ酒飲まないのじゃあ,あの飲まないってことは今まで私があのカンパで買って送った一本三十万近くするあのボーモア あ全部減ってないでしょ。返して。んボも返して。棒も<モ>はね、あれね、置いといたらもう中身抜けちゃった。<laughs> えー、で、どうなのあれでもそう、腰ばいいから飲んでたでしょ。<laughs> まあ飲んでるよね。ややっ,やっぱり飲むのが。まあやってた、やってた、やってた。飲むのが仕事の半分半分だよね。なるほど。ちなみに女遊びはどうなんでしょうかね。 女遊びはもうゲイのうちですよいやもうひどい世界でございます白鵬の派でっつうというのはそういう世界の中であのー、やっぱりそういうの嫌ですっていうふうに言うとまあそりゃ嫌われるし、まあ、仕事がどれだけできたとしても友達はできないでそういうのが石破茂さんだと思えばいいと思いますよ。 と家でプラも作ってるわけよあのちなみにまああの本間さんがあの飲みまくって女遊びしていたというわけではなくて今のはあの博報堂電通広告代理店の企業文化これについてあの語ってもらっただけですからあのそこは誤解なきようにお願いしますよ皆さん。で、うん、え真相を知りたい人は転落の記を読んでいただければというふうにあの思いますけど、えー、この三芝茂さんがまあだから友達がいないスキャンダルが少ない。 それがそれがだからやっぱり近しい国会議員から人気ないんですよ石破さんはね。だけどそう,、ね、そういう姿が自民党員要するに近くはないけども遠くにいる人たちからすると頼りがいがあるっていうですねそう見えるんでしょうね。うんだからずっと安倍政権の時ずっと干されててさ、うん、でもやっぱり安倍がなくだらないことやってる時はちゃんと批判をして。うん で後ろから打つとかなんとかってまた安倍派に言われてずっと干され続けてたけどその信念を曲げなかったと、うん、いうのはここにきて評価されているわけだよね結局ね。そうね、うん、であと彼はさあの何、ー、て言うのやっぱりの質問に対する答え方が。 もうまるっきりあっちの方に何か話飛ばして適当にごまかす、うん、まあこれ新次郎もそうだけどさ、うん、そういうのではない話し方をするよね彼ね一応やっぱり相手がの質問に対してこここうであるとで自分が例えば間違ってたと思った時はそれは自分のその資料が浅かったとかさ、うん 彼はちゃんとそういうふうに言う、言える人間なんだよね。あの、批判者に対してもさ。うんうん、でそこがやっぱりね、他のやっぱり自民党の連中とはだいぶ違うような気がする。うん、うん。これ、岸田も含めてさ、もうなんかこう、答えにくい質問に対してはなんかもうあさっの方向行っちゃって、うんにゃら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 って言ってごまかすっていうのが、まあ、安倍以来の伝統だったじゃない、うん、自民党。 そうではないというところでそれがここに来て人気を入れてるんでね結局ねまあだから結局小泉なのか石破なのかっていう感じでなってますよねまあ一部のなんかあの熱狂的な方々な青山茂春こそが総理大臣でふさわしいとか高市澤江様こそ日本の救世主であるとかっていう人もまあいますけどちょっと現実見ろよと、うん、でも、まあ、もっと現実言うと小泉だろうが石破だろうがどっちにしろ日本は衰退していくことは変わらねえぞととあ いやー、まあ、そういうことは言うのはやめておきましょうかまあこ、はい、れはもう確実なわけですさまあほんと残念ながらねまあこのでも石破か小泉かで世論調査でだいぶ変わりますよねどっちがふさわしいかっていうのって別のやつだと、うん、あの小泉の方が上だったりするから、うん、でじゃあ決選投票になった時に、うん、ねこの今 3位以下の人々の票がどっちに流れるのかそういうことだよねまああとやっぱりさその安倍派あごめんなさい裏金議員に対する物言いがこの先どうなっていくのかうん、うんうん、約80票から90票の裏金議員の票を、うん、もう 捨ててかかかるのか、うん、でもやっぱり、うん、ちょっと半分ぐらい来てほしいなって思いながらしゃべるのか、うん、まあでも俺はもうこの際石場とかもうそんなの全部捨てざる方向でやった方がいいと思うけどねまあそうねうんあのここに来てまたなんとなーくいい加減になってさうんあの 公認しないって言ってまたまあ公認しないって最初言っちゃったけどちょっと交代しちゃったけどそっからさらに交代してみんなでもう一回話し合うとかさあ,<ー>まあそういうのはやめた方がいいと思う逆に小泉がわずが自民党総裁選になっ総裁員になり内閣総理大臣になった次の選挙だもう全員公認はなしです、うん、政治と金の問題これがもうくっきりとねあのー、白黒つけるためにはこれが一番です で、そして、小泉チルドレン2を資格として放ちますって言ったら、うん、まあこれもう、ん、うん、そうよ、やっぱりさ、同じ自民党内の中で、野田聖子なんかもそうだったけど、うん、やっぱり裏金議員はさ、あのー、法律に違反したんだから、うん、ちゃんと処さなきゃだめでしょっていうふうに思ってる自民党の議員だって、それはいるわけよ。うんうん 当たり前だけどでそういう人たちにとってはすっごいやっぱり安倍派とかさ苦々しく思ってるわけだよね。うん、だから当たり前だけどそこをはっきりさせてもう白黒はっきりさせてさ。うん、うん、でもう勝負をつけた方が俺はいいと思うけどね。でこれで灰色の両方ともなんとなくグレーなままでやるとさ。 結局これ、あれだと思うよ。もし、えーと、どっちが選ばれたにせよ、うん、この答えをグレーにしたままで、どっちが選ばれたにせよ、11月に解散総選挙をやってもさ、うん、野党から集中報告を浴びるに決まってるわけですよ。うん、だから勝っても、そんな、まあ、どっちが勝ったとしても、それじゃあ自民党の復活にならないよね。ならんね,ね。うん。と俺は思うな。 まあ、ちなみにですねあの自民党総裁選以外に立憲民主党の代表選もありまして、うん、こちらはですね大いに関心があるとある程度関心があるを足すとですね半分ぐらいですね自民党の、うん、で、えー、なんと1位は圧倒的野田快彦とねえ<ー>いやもうね本当に同じ世界線に住んでるのかなって <laughs> 野田とかクソや、ね、なんで 消費税増税させて民主党政権がを、まあ、敗退に追いやり長期にわたるアベノミクスのクソを作り出したのは野田佳彦でございますからいやーすごいまあでもなんかこうもういろいろこういうの見てると小泉進次郎が人気だったり野田佳彦よもう一度みたいな感じになってるあたりもうなんか一回もう何でもいいからリセットしたいのかなっていう欲求が見え隠れしますね。 どうせだってよくなんねえんだもん日本だったらもう誰でもいいわいっそのこと早く壊れてくれってだってこれで野田佳彦出てきて立憲民主党ボロボロになったらもうすっきりするじゃないですかある意味で小泉進次郎とかがあの総理総裁とかになってわけわからない答弁とかしてで、えー、何あの解雇規制緩和して で年金はもう何100歳ぐらいまで働けお前らみたいな感じになってでもう大崩壊したらなんかもうすっきりすんのかなみんな,なんかもうそれそれぐらいのなんかもうやけくそ感が伝わってくるだって相変わらず支持政党なしが一番高くって45%ですから、うん、もうどうでもいいんじゃないみんなって、ね、自民党のあれも少し上がってるしね、うんいやー まだ一心三もあるぞさ前2.4だったのところから0.6回復しましたなんかみんな上がってるよねいやあの残念ながらえっ、ー、とれいわ新選組は最近下がっておりますねああ<ー>目立ってないもんな最近あと参,戦参政党とかみんな党とかあの1%以上あった頃が懐かしいもうほもはや誤さ <laughs> まあ みんなとかまだあるんんだもんなでいやーありまますよというわけで自民党総裁選ね、うん、一体どうなっていくのかっていう感じではございますが、えー、これからもですねこの状況を見ていきたいのと、まあ、あと日本を壊した政治家たちね1月き万冊の超大型企画新刊、うん、出ますのでこれ配送ね9月末になっていますので。 えー、それまでちょっと待っていただきたいんですが予約販売受付中ですのでぜひ買ってほしいなというふうに思います、えー、買い方 YouTube 説明欄に書いてありますのでぜひ見てください今日も読書じゃあねはい今日もありがとうございます電通と戦う本間竜さんはですねえー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。